チャウヌは、韓国の歌手、俳優であり、韓国の6人、組男性アイドルグループアストロメンバーである。本名、イ・ドンミン。大韓民国系機動軍浦市出身。身長183センチメートル。血液型は B 型。ファンテイジオ所属。2017年6月、ミュージックバンクにて、1997年3月30日、韓国系機動軍浦市に生まれる。 兄弟姉妹には中国へ留学した2歳年下の弟が一人いる。常に自転車の後部座席に弟を同乗させ、街のあちこちを走行し回るほど幼少の頃から兄弟の絆が深かったという。KBS 第一テレビジョンで放送されている青少年大賞のクイズ番組挑戦ゴールデンベル管理演芸芸術高等学校編に出演し、 驚くべき知識を発揮した。その後、中学の学園祭で、現在の所属事務所であるファンテイジオのマネージャーから、スカウトを受け、当初は、ソウル大学に進学して裁判官になりたいという、夢があったため拒否したものの、事務所側が必要に両親と本人を説得し、最終的に練習生になった。年月、映画、世界で一番、愛しい君へにを出演し、 俳優デビュー。アストロとしてのデビュー前に、グループのウェブドラマ、アストロの 2BE Continued に出演した。2016年2月23日、6人、組男性アイドルグループはストロとしてデビューした。2016年から2018年にかけて、韓国文化放送で放送されている、音楽番組、ショー。K-POP の中心に、キムセロンとイスミンと共に出演し、 MC を担当した。同年、ウェブドラマ、マイロマンチックサムレシピに出演し、主演を務めた。翌年には、KBS 第2テレビジョンで放送された、ドラマ、最高の一発軸を超えて、オクス数、僕たちの復讐ノートに出演した。2018年、同名のウェブトゥーンを原作とし、JTBC で放送された、ロマンスコメディドラマ、私の ID は、カンナムビジニア、 ウェブドラマ、トップマネジメントにも出演し、主演を務めた。テレビ放送後には、人気が上昇し、GQ コリアの、メモ・オブザイヤーに掲載された。2019年、韓国 MBC で放送された、新米士官、クヘリョンに、シン、セギョンと共に主演に抜擢された。同年の MBC 演技大賞では、シンセギョンと共に優秀男優賞とベストカップル賞を受賞した。 10月には、香港を皮切りに、台北、バンコク、マニラ、クアラルンプールまでの、慶ご都市で、初の単独アジアファンミーティング、ジャストワン10ミニットを開催した。12月には、韓国のバスケットボールリアリティショープログラム、熱血バスケ、ハンサムタイガースにレッドベルベットのジョイ、イ、サンユン、ユソンホ、ソジャンフンと共に出演した。年末には、ブリップが今年、 YouTube と Instagram、Twitter、Facebook などアーティスト関連データを総集合した K-POP レーダー2019年末決算を発表し2019ホットインスタグラマー男性アーティスト部門で1位を獲得した当時9ヶ月間で約459万4265人のフォロワーが増加していた2020年5月韓国のテレビ番組 マスター・イン・ザ・ハウスにレギュラー出演し、下半期に同名のウェブトゥーンを原作とした TVN ドラマ、女神降臨で主演を務めることが決定した。彫刻のような横顔で、顔天才らしいルックスから、マンチナムというニックネームを持つ。また多くの系、ポップファンから、そのビジュアルの良さを認められ、推しは推し、うぬはうぬという言葉が作られた。そんな自身の容姿について、 ハンサムな方々は本当にたくさんおられる。僕はただちょっと良い方であるだけで、それ以上ではないと試験遜した反応を見せている。学生時代は生徒会長を務め、全校3位に入るほど成績優秀であった。またバスケットボール部とサッカー部のキャプテンをしており、運動神経も高い。ドラマ、ありがとうございます。